北京大学で22日、中国共産党の政治体制を批判し、多党制の導入を訴えるスローガンが現れました。スローガンを掲げていた男性は、すぐに大学の警備員に連行されました。一部の評論家は、これらの散発的な抗議活動は、中国の民主への模索の始まりであると指摘しました。複数のメディアの報道によると、中国の端午節に、茶色のシャツを着た男性が、北京大学の食堂の前で一党独裁を廃止し、多党制を導入せよと書かれたスローガンを高く掲げました。傍らに置かれたプラカードには、民主革命の始まりと書かれていました。ネットユーザーの調査によれば、この男性の名前は調整で、以前は香港の民主化運動を応援する文を投稿していたといいます。天安門事件の経験者である紀風氏は、ラジオフリーアジアとのインタビューで、このような現状があるのは、3年間のゼロコロナ政策の結果であり、封じ込め、世論への残酷な弾圧、そして経済の悪化で、人々は生活がますます困難になっていると感じていると述べました。オーストラリア在住の反体制派の司令氏は、北京大学での抗議活動は、非常に散発的ではあるが、人々に啓発と思考をもたらしている。特に今日のように言論統制が歴史上最も厳しい状況に達している中で、これらの抗議活動は間違いなく、中国の将来の民主への模索の始まりだと述べました。Hey, I told you enough of that. But look, this is different. It's Gan Jing World.